はい、こんにちは、こんばんは、たかです。まずはじめに、この動画ではクロセンを中心に見ていきたいと思います。クロセン以外の通貨に関しては別動画になっています。概要欄の方にリンクの方を貼っていますので参考にしてください。ということで、年末年始すごくよく動いたクロセンでしたけども、さすがに流れが止まってきたのかなと、思ってはいます。こちら円指数になります。1時間足に冷やしを重ねています。レンジ相場はやっぱり見ていきたいですかね。高安がまだはっきり見えてないですけども、僕はもうこのあたりは一回高値を試して、失敗した形を見ています。上値が重い部分ですね。ただチャートの方を見ていくと強い流れがありますんで、押し目買いも入ってきやすいだろうと。というところでも、この高安が見えつつありますんで、であれば上から売る、下から買うが来週の戦略にはなってくるかなと。そして現在地が真ん中ですからね、来週用意どんでは少しやっぱり難しい場所からのスタートにはなってしまいそうですね。さらに月曜日は日本休みですから、もしかしたら動いてこないかもしれません。あまり前のめりになるような環境ではもう決してないと思いますね。ですから来週もね、この高値圏もしくは安値圏での攻防というところを注目して見ていこうかと思います。こういった環境というのを踏まえながら各チャートを見ていきたいと思います。はい、変わりましてこちらがユーロ円、4時間足に週足を重ねています。今週の週足すごく特徴ある動きしてると思います。だいぶ下ひげの長いピンバーのような形、つまりこのあたりがサポートとして効いているんじゃないかなと。これが140円あたりですね。この前には強い上昇トレンドがあって、このあたりは押し安値なんですね。ですからすごく流れが止まりそうなところで、一旦流れが止まったという見方でいいのかなと思います。であればすぐに買いを見ていくと、こういったのも悪くはないように思いますけども、ただ高値から見ていくと売りのトレンドも見えてますんで、戻りが入ったら戻り売りなんかも入ってきそうですね。こういった買いと売りとの攻防というのをまずはこのサポートライン上で見せてもらいたいところですかね。警戒したいのはショートかなと。サポートまだ割り込んではいないように僕は見えますんでね。ということはすごくサポートが近くにあるわけですから、ショートは気をつけたい。安値圏ということにはなっておきそうですね。はい、こちらが1時間足、冷やしを重ねています。ただ冷やし環境を見ていくと売りのトレンドが見えてくるんですよね。であれば戻り売りを見ていくと、何も問題はないように思います。実際こういった値動きというのもなくはないと思いますけども、ただ水曜日のこの買い戻しがかなり強かったんですね。木金もこの後売りが入ってきてないですから、サポートの強さなんかは見えています。そしてこのあたりは週足環境のヒゲの部分にも当たりますんで、少し僕は底堅さが見えているように思うんですよね。つまりここのあたりが、サポートとして効いてくるんではないかなと。すると現在地が問題ですね。このサポートに相当近い、赤い下落トレンド見ていくんなら戻りなんかも入ってきそうですけども、本当にこの近くにサポートがある状況、この場所でショートをしていくのかどうか。ショートをするなとは言わないですけどね。ただ木金あたりのサポートなんかも見えてきてますんでね、短期的な上昇トレンドが生まれてくる可能性というのもしっかり押さえておきたいと思います。このあたりの動きを短期足で見ていくと、こちらが15分足、4時間足を重ねています。大きな売りの流れに対して戻り売りを見ていくと、何も問題はないように思いますけども、なかなか下がってこないですね。サポートも見えてきています。これが140円ですね。サポートが見えてくるんなら、上昇トレンドが新たに見えてくるかもですね。ただ赤い下落トレンドを見てる人もいそうですから、売りと買いとの攻防というところで、今週はこのレンジが見えていたんではないかなと。であればこのレンジからの決着というのが次の流れのヒントになってくるかもですね。個人的にはこの上位足の環境からも140円のサポートは見えてはいましたんで、メインシナリオとしては青い上昇トレンドを見たいなと思っております。すると今の現在地は買っていくにはいい場所かもしれませんね。割れたら投げると、割り切ってしまえば分かりやすい場所にはなってくるかなと思います。ただこの年末年始はクロセン本当によく動きましたんでね、すぐに動き出すとは少し難しいかもしれません。来週もまずは強くこのレンジを意識したいですね。買っていくんなら下に引きつけてのロング、仮にも売っていくんなら上に引きつけてのショート、中途半端なところのポジションは避けてはいきたいですね。はい、変わりましてこちらがポンド円、4時間足に週足を重ねています。ポンド円も下髭つけたピンバーみたいな形、下落の流れを一旦止めたということになりますね。そうすると気になるのが過去のサポートライン、過去も似たようなところでしっかり買いが入ってるんですよね。158円、このあたりもしかしたら強いサポートがあるのかも。ただ、先週の高値を抜けているわけではないんですね。高値から見れば売りのトレンドも見えていますから、売りの流れを一旦止めただけですね。自分なら流れが止まれば次は調整レンジを意識したいと思います。するとトレードしていくんならこの壁が見えてこないとね、上から売るとか下から買うとかこういったのができないですから、まずは壁探しからの来週はスタートですね。大きな環境としてはこのあたりは直近安値でもありますんで、流れが止まりそうなところにはなります。流れが止まりそうなところでしっかり流れが止まった、調整の形がすごく出やすい環境だとも思いますんで、上がったり下がったりの動きを少し意識してみていこうかと思います。
はい、こちらが1時間足、冷やしを重ねています。これをまあ、冷やし環境で見ていくと下落トレンド見えているわけですけども、この戻りが結構強かったんですね。この結果、まあ、160円あたりにもう一度サポートが見えてきたのかなと。このあたりの値動き見ていると、大きな売りの流れに対して、調整局面という形で見ていっても面白いかもしれません。このレンジの値幅というのが4円ありますから、普段であれば少しまあサイズとしては大きいかと思いますけども、ただ今回に関してはこの売りのトレンドも結構強いですからね。169円からの売りの流れになってますんで、もし調整に入ってくるんならそれなりのサイズ感にはなってくるかとも思います。ですからやっぱりこう黒線上がったり下がったりという動きはすごく僕は出やすいかなと思いますけどもね。ただこのレンジの幅がかなり広いですから、上がったり下がったりのこの値幅ボラはかなり大きくなってくるかなと。これを探検して見ていくとそれなりのトレンドにもなってはきそうですね。僕はこういった相場というのはあまり得意ではないんですね。大きく動くんならトレンドが生まれてほしいなと思うんですけども、はっきりしたトレンドは生まれてはいません。ただすごくボラは大きい。短期勢にとってはすごくいい環境だと思いますけども、トレンドを意識している人にとっては少し難しい環境だとも思いますんでね、このあたりは住み分けの問題というところにもなってはくるかなとも思います。はい、こちらが15分足、4時間足を重ねています。売りの流れに対して強い戻りが入った。現在は流れが止まって調整局面、攻防が生まれているわけですよね。ではどういった攻防が出ているのか、当然戻り売りを見てくるベア派に対して押し目買いをしたいブル派との攻防じゃないですかね。であればこの攻防の決着を見ていけば次の流れが見えてくるのかなとも思います。そしてまあ大きな環境を見ていけばこのあたり、結局はレンジそばの中の動きに過ぎないかなとも思ってはいますんで、あまり前のめりになるような環境でもないのかなと。こういったそばですごく騙しみたいな動きも出てきやすいとも思いますんでね。例えばこのレンジの上少し抜けた後に潰される、こういった、ね、動きも出てきやすいかなと。これは下もそうですね。一回下の方に抜けた後に戻すみたいないやらしい動きも出てきやすい。結局はレンジの中の動きに過ぎないという点は抑えてはおきたいですね。ただまあそれなりのボラは出てきやすいかとも思いますんでね。チャンスはすごく多いかなと思います。ですからまあ特に短期勢の方にとってはね、面白い相場にはなってはきそうですね。はい、変わりましてこちらが5ドル円。4時間足に収縮を重ねています。5ドル円、結構売りのトレンドがしっかり出ていたんですけども、このあたりから底堅い動きになってきてます。わかりやすくダブルボトムみたいな形にもなってはいますけども、このあたりネックライン探すとやっぱりこのあたりになってくるんですかね。ダブルボトムのネック抜けの形がもし見えてくると、波の反転も強く意識はされてきそうですかね。来週はこの高値、要するにこの戻りの高値ですね。ネックラインでの攻防というのを見ていくことにはなりそうです。ただこういったところというのはすぐに決着というのは生まれにくいです。どうしても時間かかりますんでね、あっさりこう高値を掴むのは避けたいですね。簡単にこう高値を掴んでいくのはこれも避けたいところですね。はい、こちらが1時間足、冷やしを重ねています。先ほど見たダブルボトムがここですかね。明らかにサポートは見えてます。これが88円。ただ高値も抜けてないですね。これがネックラインであれば、このあたりをレンジとして見ていくのも一つ面白いと思いますけども、この中にもう一つ小さなレンジもできてるんですよね。つまり足場を作っています。これすごく面白いですね。高値を抜けてくればこれはトレンドにもなってきそうで、短期的にはこういった上昇トレンドが狙える形になってきてるんですよね。つまり90円あたりにサポートが見えてきてると。もちろんこれ割り込んだらまたレンジの上から下まで売りが出てきてしまいかねませんので、ロングなんかこう逃げないといけないと思いますけどね。買っていくんならこういったサポートは利用しやすい環境はあるかなと思います。円の動きがすごく今難しいですからね、分かりにくい部分あるかと思いますけども、5ドルはすごくいい流れ、年明けから出てますんで、まだブレイクはしてはいませんけどもね、このブレイクに少し期待していくのも面白そうではありますね。ただこの高値圏でロングをしてしまったら、この高値の攻防に巻き込まれてしまいますんでね、まだブレイクはしてないわけですから、ひとまずレンジを見ていくんなら下に引きつける、待つというのも大事にはなってくるかなと。抜けるかどうかはこれわからないですからね、ロングしていくにしてもロングをする場所、これは大事かなと思います。はい、こちらが15分足、4時間足を重ねています。貯金、90円、91円、このあたりはもぐれの抵抗ですよね。現在はその手前で足場を作り出しています。まだ抜けてはいないですね。ただ、多岐的な上昇なんかは見えてくるわけで、強い流れを見てくるのも面白いと思います。ただ今の現在地ですよね。小さなレンジを見ても高値圏、ブレイクしてくれればいいですけども、ブレイクしてこなければまだ売りなんかも入ってきてもおかしくない場所だとも思いますんで、買うのは全然いいですけどもね、この動きにしっかり備える、巻き込まれたくはないですね。もしくはこのサポート割れ、これ割れてるのにズルズルいくとかね、こういったのはもう避けたいですね。黒線の中では一番ロングを意識したいチャートにはなっているかと思いますんでね、来週はロングしていく場所をちょっと探っていこうかと思います。
はい、ということで、まあ、円の方が少し動き鈍くなってきてしまってますけども、そんな中でもこの5ドル円、貯金高値ですね、ネックラインに到達しています。まだ売りなんかも入ってないですからね、もしかしたら抜けてくるかもですね。91円の攻防というのを、来週は見ていこうかと思います。あとはユーロ円も個人的には面白さを感じます。140円がサポートとして今効いてるんじゃないかなと、まあ、少し抜けましたけどもね、すぐに戻されていますんで、このサポートの強さを意識していくんなら、現在地まだまだ安値圏、ただ下落トレンド見えていますからね、戻りの中は入りやすい状況、まあ、ショートはすごく溜まりやすい環境があるんじゃないかなと思うんですよね。安値圏でショートが溜まれば、高値抜けてきた時にはロスカットの注文なんかはすごく入りやすくなってくるんではないかなと、最初の目標貯金高値143円あたりですかね、このあたりまでを目指したロング、来週はまあこのショートの踏み上げ相場みたいな形ですかね、青い上昇トレンドを意識して買い場を探っていこうかと思います。ただ冒頭でも見たように円相場に関してはそんなに期待感を持ったチャートには僕は見えてこないので、もし動いてくるんならまあユーロが強いとかね、5ドルが強いとか、まあ、そういった環境かもしれません。まあ、であればまあクロス円だけではなくてドルソなんかもしっかり見ながら、まあ、より強弱がしっかり出ている通貨を選んでみてはいきたいですね。年末年始、すごくまあクロス円相場よく動きましたけどもね、そろそろまあ調整の形も意識していこうかと思います。今回は以上になります。このクロス円以外の通貨に関しては別動画になっています。概要欄の方にリンクの方を貼っていますので参考にしてください。それでは来週も頑張っていきましょう。